はい、山根さんこんばんは。こんばんは。買ったけど、段ボールから開けてなくて何が入っているかわからなくなった開封動画シーズン2の第3回目になります。残りはあと2個ですね。2つですね。はい、はい、じゃあもう順番にじゃあ上から取っていってるんで、はい、上からいきましょうか。はい、はい、開けましょう。はい、あ、じゃじゃーん、何ですか。人機一体ブットバスター。はい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 、はい、あのタカラトミーが出してる、はい、対戦型の、あ、これ喋りにくいですね、はい、対戦型のガンです、はいはい、あ、聞き取りやすいです声。あ、よかったです、ね、そうするとね、ドラムを見ていきましょうか、はいはい、赤いロボと青いロボを戦わして、うん、はい、勝負を決めるというね。うん、はい、それなんか遠隔操作みたいな。そうですね、リモコン式のなんだこれ、このね、コントローラーで、はいはいはい、これを振って攻撃できるっていう、ね、なるほど、はい、開けてみましょう。はいはいはい、はい、はい、今度ね、綺麗に開けたいですね、これはね、うんうんうん、はい、出します。こんな感じ、シールついてますね。おー、はい、それを貼るんですね。ロゴですね。結構大きいですね。大きいです ね、ここのメンバーで一緒に戦いたいなと思って買ったんですよ、うん、そんな仲間思いの。仲間思いです、はい、まあ、早速動かしてみましょうか。はいはいはい、はい、取りました。はい、はい、じゃ、はい、上がリモコンですかね。上リモコンですね、はい、でこれが、キャラクター、うんうん、ロボ乗ってる人、はい、うん、ですね。じゃあ電池入れましょうか。はい、はいはい、電池入れました、はいはい、ということで、ではちょっとね、うん、遊んでみましょう。はい、はい、まず人間乗せます。はいはい、ガチャン。ほんでこれね、カバーをガチャン。おー、かっこいいですね。かっこいいじゃないですか。はい、うん、これやっぱシール貼ったらもっと映えるんでしょうね。そうですね、うん、電源入れました。はい、お、音が行きました。はいはい、おおおお、ちょっと可愛いですね。おもろいですね。あ、いや、何気に好きなのがこの後ろがちょっと緑に光ってるところかな。かっこいいですね、はい、ロボット好きはね、背中から見るっていう事実あるらしい。お台場のガンダムが見た時あったじゃないですか。本当のマニアは背中から写真撮るなるほど、聞いたことがあります。なるほど、嘘かんとか知らんけどね。いいですね。早速と対戦してみたくなりますね。おうおう、あ、じゃあ隣にスタッフ の末本さんがいるんで、ちょっと対戦ゲームしてみますか、はい、そうですね、はい、あとね、どうやったら勝負がつくかって説明書を見たら、はいはいはい、まず一発目パンチ、ここ当たると開きます、はいはいはい、もう一個真ん中当たると飛びます、はいはい、あ、なるほどなるほど、ね、2回ダメージ与えたら勝ち、勝ち、あ、まあ、そういうことですね、はい、はい、そういう意味ではあれね、黒ひげ危機一発に難しいものがあるかもしれないですね。はい、そしたらではこっちもね、スタンバイしときましょうか、ね、しときましょう、はい、さっきね、前もって電池入れときましたんで、はい、かっこいいじゃないですか。おおおもろいですか。いや、面白いじゃないですか。じゃあ早速ちょっと殴ってみますか。はい、この青で赤を狙ってみます、はい、なかなか勝負決まらないですね。いた、あ、いた、おーい、あー、なるほど、イエーイ、これめっちゃおもろいですわ。じゃあやってみましょう、これ実際に対戦をね、はい、じゃあ末本さんに来てもらいました。じゃあ末本さんが青で山根さんが赤ですね、はい、はい、じゃあ始めますか。はい、やりましょうか。なんか掛け声あるんですかね、これ。ぶっ飛ばすぞでいいんじゃない。ぶっ飛ばすぞ、いきます。いきます、はい、よーい、ぶっ飛ばすぞ。早いな、さっきあんなに苦戦したのに、うん、弱くないですか。ちょっと何回かやりますか。やりましょう、はい、よーい、飛ばすぞ。もちろんリンダーとしてはカタカタカタ、あれ、青いくんどこ行くの。はい、セモさん今んとこ2敗ですね。山根さんにだいぶ追い詰められましたけどね。次勝ったら3勝したことになるんでしょ。
もちろんね。おっしゃ、あんなら。そういうもんですよね。はい、僕もちょっとあの、はい、調子悪いんで、手抜きのジャブ一発で終わっちゃうかもしれないんで。はい。おっと、ちょっと余裕のコメントが。はい。はい、じゃあ行きます。はい、よーい。ぶっ飛ばすぞ、ぶっ飛ばすぞ。お、押してますよ。あということで、はい、じゃあ宣言通り、3回目で瀬本さん勝ったんで、じゃあこのゲームは瀬本さんの勝ち。これおもろいですわ。めっちゃおもろいですわ。これシール貼ってね、もう一回やりたいですね。そうですね。はい。はい。はい、じゃあ、今回の、商品レビューは、トバスターの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あらららら。この動画が面白かった方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。